それでは時間となりましたので、セミナーを開始いたします。本日、座長を務めますのは、九州大学アジア・オセアニア研究教育機構研究推進ディレクターのスコット・バレンタイン教授です。バレンタイン先生、よろしくお願いいたします。Great, thank you and welcome everybody to our Brown Bag Seminar number 23. We have a tremendous seminar today. We've invited and he has accepted our offer, the presence of Professor Yasuyuki Hirai, who's in our Department of Design Strategy within the Faculty of Design. Has a master's from Royal College of Art and a doctor of design from our very own Kyushu University. But that doesn't tell us enough about Professor Hirai. His work in the past, if you look at some of his written work, he has worked very broadly on a number of different issues. Most recently, he's been involved extensively in information systems design as it relates to remote medical education. In the past, he's worked on some wonderful projects, such as utilizing gamification for crime prevention, the influence of art museum space design, and how this influences the emotions of the viewer, modern chair design as seen through the eyes of Japanese designers, assistive mobility products for older Japanese people, storage system problems in the workplace. So Professor Hirai has worked in a very broad number of areas when it comes to design, but there is one element of his work that I think stands out, and that is almost all of his work focuses on human-centered design. And today's discussion is really an extension of his work. He'll be talking on the subject of life mapping projects, and the subtitle is Human-Centered Design Approach in Super Aging Society, which of course is of interest to many nations in this region. So without further ado, it is truly my great pleasure to welcome Professor Yasuyuki Hirai. Professor Hirai, the stage is yours. Okay, thank you, Professor Valentine. どうも皆さん、こんにちは。九州大学の平井と申します。今からですね、お時間いただいて、今やってる研究のですね、お話をさせていただきます。よろしくお願いします。では、スライドを共有します。はい、見えてますでしょうか。はい、今日はですね、ライフマッププロジェクト、超高齢社会における人間中心アプローチと、題しましてお話をさせていただきます。はい、で私はですね、今、九州大学のアジア・オセアニア、研究教育機構の、医療研究クラスターというのがありまして、その中にですね、ストラテジックメディカルデザインモジュールというものがあります。これ、今年の4月に発足したばっかりなんですけれども、今後ですね、超高齢化アジア社会に向けて、人間中心デザインの視点から、医療や介護にできることの研究をしていきます。そのためにですね、具体的なアプローチの元になる、日本での研究、日本でのプロジェクトをアジアと共有していきたいと思っています。で、今日はですね、介護施設の高齢者を対象としたライフマッププロジェクトを、メインでご紹介したいと思っています。はい。今、バレンタイン先生から私のキャリアについて紹介いただきましたけれども、いろんなことをやってきてるんですけど、なぜかというと、時代がですね、そういう時代なんですね。2000年までは私はものづくりを中心にやってまして、オフィスのデザインやってました、空間とか家具ですね。で、その以降はですね、今、皆さんご存知かもしれないですけど、デザイン思考とかですね、そういったデザイン以外の人を巻き込んだ、デザインのアプローチが、だんだん増えてきまして、どんどんデザインのスコープが広がっています。それに合わせて私の領域も広がってきたということが言えると思います。で、この後ご紹介しますけど、インクルーシブデザインというのが人間中心デザインの一つの方法として私が取っているんですが、この90年代に私が卒業したロイヤルカレッジオブアート、ここでのネットワークといいますか研究が中心になって、ここは2000年にですね、そういった研究の世界的な拠点になったということとも絡んでいます。はい。で、まず最初にですね、私、医療をメインにやっているわけではないんですけれども、これまでに取り組んできた、医療プロジェクト、医療に関するプロジェクトについて、少しご紹介します。これは2008年からですね、薬剤師の NPO の
子どもと薬の方と一緒にですね、子ども薬デザイン実行委員会というのを作りまして、子どものお薬服薬に関するプロジェクトをいろいろと実行してきています。これはその一つ の例なんですけど、子ども薬手帳健康キッズというのを作りました。これは2010年にできまして、キッズデザインユニバーサル通信福岡賞などをいただいてますが、特徴はですね、排便はとか睡眠はとか、調査した結果、お母さん方あるいは保護者の方が普段の健康何を見たらいいのかっていうポイントをですね、あまりよく分かってない人だから、この健康キッズを開けばですね、中のページごとに、そういったポイントがですね書き込まれていて、そういう参考をしながら、お薬手帳をつけることができるという内容です。そういうのをデザインしました。あとですね、これと前後して、これ森本医薬さんという大阪のベンチャーとやったんですけれども、子どもの服薬を助けるグッズなんですが、右下にあるのが GT パックと書かれてますけど、これが森本さんが持っているもともとのですね、服薬を補助する、ツールでして、プラスチックの袋でできてるんですけど、中にゼリー状のですねものが入ってて、ここにタブレットを入れてですね、ゼリーの部分を押してやると水がなくてもお薬が飲めるというものですね。ただこのままだと宇宙食みたいなので、子どもたちがですね、ストレスなく服薬できるにはどうしたらいいかっていうことを一緒に、共同研究でデザインを考えました。で、これは商品化はされてないんですけど、10点ほどプロトタイプを作って、その一つがですね、今見ていただいているこのハート型なんですけど、このピンクのところが、ストロベリー味のゼリーが入ってて、口とピンクのゼリーの間のところにタブレットを入れてやるとですね、押してやるとゼリーと薬と一緒に飲むことができるというものです。はい。こういうですね、子どもの視点に立ったデザインの必要性というのはますます、増えてきていると思います。はい。ということで、デザインに何ができるか、この医療分野においてデザインで何ができるかということをね、私そしてさっきの、ご紹介したストラテジックデザインモジュールのメンバーで一緒に考えています。ただ今日参加された方はですね、デザインって全くご存じない方もおられると思いますし、九州大学でデザインについてどう取り組んでいるか、ちょっと大きなところからの話から入りますね。でまずはですね、1968年に九州芸術工科大学という大学が日本で2つ目のですね、アート&デザインの国立大学として発足しました、開学しました。で2003年に九州大学と統合しました。で、この、流れからですね、ずっと1968年から人間中心デザインを大学としてやってきています。でこの人間中心というときに2つポイントがありまして、まず1つは人の理解、漢字の人ですね、つまり多様な人からの発想、多様な人と共に発想していく、ユニバーサルデザインとか有名ですけどもね、高齢者の方、障害のある方、子どもたち、多様な人々がいます。でもう1つがですね、カタカナの人の理解ですね、つまり人間と五感に関する研究、こういったことも盛んに行われています。知覚、感性、生理、そういった研究です。で同時にですね、九州芸術工科大学の時代から、教育の中でも非常な、新しいことが試みられていて、学部生はこの右にある、科学、テクノロジー、人間の歴史、アート、文化、この3つの違う領域をですね、学ばないと卒業できないようになってまして、1960年代からこういう領域横断型のですね、教育研究を行っているところになっています。はい。で2003年に、統合したというふうな話をさっきしましたけれども、統合後すぐにですね、このユーザーサイエンス機構というのが九州大学の中に、発足しました。これは文科省のですね、科学技術振興調整費でできた、5年間の年限プログラムでしたが、この時はまさに何ていうのかな、いろんなデザインがですね、新たなデザインアプローチとして試されていた時代になります。で例えばスタンフォード大学では D スクール、東大では I スクールというですね、デザイン思考を教育に応用したプログラムがスタートしています。はい、そういう時代です。で私はそこでですね、イギリスの、私の母校のロイヤルカレッジオブアート、英国王立芸術大学院とインクルーシブデザインの研究をスタートしました。で下に2冊本を書いていますけれども、こういった出版ですね、してますので、もしご興味のある人はですね、一度手に取って見ていただけるとありがたいです。はい、インクルーシブデザインの本の方は、今でもアマゾンの商品開発の、ベスト100にずっと入ってます。はい、根強い本です。はい、
で、まあ、このインクルーシブデザインなんですけれども、簡単に言いますとですね、多様な人々をインクルードし、包含し、かつメインストリームとして成り立つデザインを目指す考え方なんですね。はい。で、障害そのものではなくて、まあ、6つの社会的排除で定義されています。つまり、肉体的な障害、医学的な障害ではなくて、まあ、社会の制度とか、人と人の在り方のところに、まあ、排除があると、そこに注目しようという考え方です。はい。まあ、同時期の考え方として、皆さん、ユニバーサルデザインはよくご存知だと思うんですが、ユニバーサルデザインは7原則、つまり、この原則で満たせばですね、ユニバーサルデザインだというアプローチがメインなんですけれども、インクルーシブデザインは最初からユーザーと一緒に考える、コーデザインというアプローチを取っています。で、これは今スライドに出しているのが、このインクルーシブデザインを作り出したロジャー・コールマン名誉教授です。はい。彼は英国王立芸術大学の教授なんですが、彼がまだ若い頃にですね、インクルーシブデザインという言葉がないときに、最初のプロジェクトがこのレイチェルさんのキッチンのデザインでした。はい。で、その時に、コールマン教授はですね、まあ、車椅子のユーザーだったので、足が入るように、そして上の棚からお皿が取りやすいようにというふうなデザインかなと思ったということなんですね。でも実際にレイチェルさんの口から出たのは、他人が羨むデザインが欲しいと言われたそうなんですね。つまり、まあ、なんていうのかな、決める。物理的な障害でもなく、社会的な排除でもなく、まあ、もっと深いところ、その人のエモーショナルな満足度、それがですね、必要だということがここで言われてまして、インクルーシブデザインの基本はですね、そういうアスピレーションという言葉を使いますけれども、そこに基本があります。で、最近ですね、デザインの世界では、意味のイノベーションということがよく言われています。つまり、単純にものづくりをするんではなくて、意味をもう一度深掘りしようという考え方です。インクルーシブデザインはまさにこのユーザー起点の意味のイノベーションを行っています。この右にあるのが、まあ、それをちょっと表した絵なんですけれども、まあ、なんかテーマ、例えばさっきのキッチンというテーマがあるとして、それをですね、普通だったら上の方ですね、社会実装する、どう社会に実装するかということで、どうバリエーションを考えるかとか考えていきます。でも意味のデザインでは反対方向ですね、そもそも何が課題なのかということを掘っていきます。これは人の領域ですね。さっきのレイチェルさんの言葉はまさにこの、何が課題なのかということに、つながっています。これは意味のイノベーションというのとですね、もう一つ最近出てきている言葉で、この厄介な問題というのがあります。Wicked Problems って書いてますけど、要はですね、世の中の問題には大きく3つありますということを、この行動観察研究所の松並さんがおっしゃってるんですけれども、厄介な問題というのはですね、定義することが困難。問題もソリューションも明確ではなくて、定義しようとする間にですね、どんどん変化しちゃうと。例えば NASA の方向性どうしようかとか、子供をどういう大人にしようかとか、いうのはどんどん変わっていきますね。はい。で、それに対して、複雑な問題っていうのは、まあ、解くのは難しいんですけど、ソリューションも明確ではないけど、時間をかければ、明らかになっていくだろうと。例えば人を月に送るとか、子供を安全に育てるとかね。で、ここで言いたいことは、まあ、その複雑な問題として解こうとするからうまくいかないんじゃないかと。つまり厄介な問題として考えないと、解かないといけないという問題が結構あるんじゃないかと。で、そういうことを問題提起してまして、まさに意味のイノベーションはそこに当たっています。で、このインクルーシブデザインの流れの中で私結構これ好きなプロジェクトなんですけど、注文を間違える料理店っていうのを東京の方でですね、中心に一般社団法人が行っていますけれども、まあ、これとかはですね、これまでその認知症の人のケアをどうするかっていうところからスタートする、内容はですね、ケアする人が他の人をケアする喜び、つまりそこに料理を提供することで一緒に楽しみたいっていうですね、課題があるわけですね。課題というかアスピレーションですね、それを実現したすごくいい例だと思ってます。はい、ということで九州大学のデザインの取り組み、そしてデザインの中の意味のイノベーションなどの基本的な話をさせていただきましたけれども、ここからですね、医療と人間中心デザインについての話に入っていきます。はい。で、まずはですね、今、私はこのストラテジックデザインモジュールというところにいまして、この次のページ、この5人の、まあ、先生方と一緒に、いろんなデザインの課題に取り組んでいます。で、この4月からですね、テムデック、アジア遠隔医療センターの工藤先生が QR プログラムを採択されましたので、
一緒にですね、九州大学病院芸術工学部、統合心理学部の学生合わせまして、大学の教育プログラムとして、医療とデザインを融合した教育プログラムをスタートしました。これ例なんですけど、上がですね、口腔外科、下が看護学科ですが、例えばお子さんの患者さんを見るときに、今だったらその、保護者の人の膝の上に乗せてるんですが、それだとね、子どもさんが安定しないということで、こういう子ども診察用チェアであったりとか、あとは診察プロセスがまあストレスになりやすいので、まあ、ストレスを緩和するこういった楽しいイラストであったりとか、あるいは看護学科ではベッドで頭を洗ったりするんですが、現状ですね、こういったお湯を汲んでワゴンで運ぶということで、かなり苦労されています。そこで、先発ワゴン、これ3つのアイデアですね、学生がそれぞれグループで作っているんですけど、まあ、こういう形でですね、可視化することで、これからどういうものが必要かということを一緒に考えています。はい、で今日はですね、高齢者介護デザインライフマッププロジェクト、まあ、そういった文脈の中で、特にその意味のイノベーション、そしてアスピレーションをもとにしたプロジェクトとして、まあ、分かりやすい例だと思いましたので、中心に話をさせていただきたいと思います。このプロジェクトは2014年にですね、高齢者の視点からのソーシャルインクルーション COI、COI っていうのはセンターオブイノベーションの略なんですけれども、まあ、そういったプロジェクトとして文科省から採択されましてスタートしました。でこれはですね、北九州をベースに、産官学の連携、九州大学と、北九州市の、まあ、フェイスっていうんですけどね、北九州産業学術推進機構、そして、内山ホールディングス、でこの内山ホールディングスはですね、爽やかクラブという介護施設を全国に展開していまして、まあ、そこをベースにですね、一緒に考えていこうとなりました。はい、こういう感じです。で、まあ、学生、我々ですね、それからケアマネージャー、そして入居者の方々一緒にワークショップを行いました。でこれは学生が描いた観察のイラストなんですけれども、例えば、まあ、こんなイラストがたくさんできたんですね。一つには、生活が決まってる、つまり朝起きてご飯食べて、という非常に規則正しい生活なんですけれども、自分でそれを組み立てることができないというふうなストレスがありますと。で次に、まあ決定権がないということですね。これ後ろでケアマネージャーの人と家族が話をしています。お母さんがこうしたいんですけどね、でそれに対して家族はそうなんですねって言ってるんですね。つまり本人が、こうしたいと言ってもなかなかですね、みんなが合意しないとできないという状況があるということが分かりました。はい、でこれ実際にですね、爽やかクラブの、ケアマネージャーの小林さんがですね、入居されている人々に対してインタビューを行ったんですけれども、その中で79人の回答者のうち、34人がですね、まあ、長生きしたくないというふうに回答したらしいです。でこれはですね、どういうことかというと、これまでできていたことが、できなくなる、体が思うように動かないなどのですね、諦めの気持ちがですね、あることが分かりました。はい、ですので、まあ、そこをどうやって解消していくかということがテーマになりました。で、これがですね、実際に当時使われていたケアプランです。で、まあ、さっき決定権がないということがありましたが、入居の時にこのケアプランを作ると、家族と、それから、ケアマネージャーと、本人ですね、作るんですけれども、これ一回決まるとなかなか変えれないというところに問題があることが分かりました。で、内容を見ていただいて分かるように、肉体の残存能力の維持が目的で、非常に簡単なことが書いてあります。でそれに対してワークショップで入居者の自身の人生であるのになぜ本人が主体的に選択できないのか、ケアプランではなくてライフプランであるべきではないかということで提案を作りました。でその結果完成したのがこのライフマップになります。はい、で 赤で囲ってある部分はですね、今の自分からゴールまでを表しています。ご本人と一緒にライフマップを作ることで、まあ、ゴールまでどう行きたいかを、聞き出します。で、ライフマップの左部分は、過去の歩みになります。過去の歩みや思いから、ご本人の気持ちを反映して、生きる力のヒントになるものを見つけるということをしていきます。つまり、その人の人生を振り返るということですね。はい。で、今の動画を用意しましたので、雰囲気がよくわかるので、ちょっとご覧ください。
まずここに昭和11年4月10日生まれの小野様が生まれた日からこれ道のりになったんですよ。で平成20年8月11日にここに入居しました。20年、うん、で今現在が78やね。そう、78歳。そしてでここに仏様がいるんですけれども、もうしばらくお迎えをするんですよ。でいつかどなたもあの通る道でありますけれども、ここにですね、小野様が今78歳って目標をちょっと決めたいんですよ。なんでかって言ったら、今ここからここまでの援助を私たちがさせていただいてます。でここから78歳の今からお迎えが来るまでの間を充実したものに変えられないかなっていうところを見つけたいので、それには目標が欲しいんです。93歳目標に、はいはい、じゃあここを今から78歳から93歳の間をどうやって支援させていただこうかっていうところはですね、まずこっち、生まれてから入居するまでの間のことを詳しくちょっと伺いたいんですよ。へーって言うでしょ。小野様が答えやすいようにちょっとこういったようなものを出させていただきますけど、学生時代、これは学校は高校卒業。ライフマップでは話がしやすいようにご結婚をされたと思います。アイコンを用意しています。5歳いらっしゃるからね。ご結婚は何歳ですか？26歳で結婚しました。そしてじゃあお子さんが2人、姉ちゃんと弟の1人、まあ、こういう形でどんどんヒアリングをしていきます。で、後半に行きますけれども、まあ、現在過去についてのヒアリングを行った結果、これからどうするかということを見ていきます。考えただけです、で今から小野様のこう気持ちを知って知りたいので、ちょっとこちらを使わせていただきますね。カードがね、いろいろとあるんですよ。いろんなアクティビティを絵にしたイメージカードを用意してまして、ここから選んでいくことができます。これの中からですね、今後のここの将来未来に思う、自分がこんな風だったらっていうようなことを思えるようなカードを何枚か選んでもらってもいいですか。ここにちょっと3枚ってあげてますけど、好きなだけ選んでいただいてます。一番今後の生活に俺はこれがなくっちゃって思うのは出たこれはもうこれはなかったらそう、昨日言ったですよね。ここが一番、ここが一番。僕はあまりデザインとした家屋は使って、で、こう、髪をあまりこう、はいはい、バッチリいつも決められてますか。じゃあそういった方が、こういうようなグループができれば、こういった方もたくさん増えてくる。そしたらやっぱり生活も生き生きしてくるし、みんなが小野様の影響でそういったことになれば一番いいですね。まあ、友達が増えるのはいいよね。じゃあ、今後のちょっとプラン、今月お話し合いをさせていただくプランには、今お伺いした中のこれをちょっと入れ込んで作らせていただこうと思います。で、一旦作ったものを話し合いをしますので、その時にまたちょっとお気持ちが変わってたりとか、もうちょっとこんな風な、今からちょっと期間がありますので、もうちょっとこんなこと入れてくれっていうのがあったら声をかけてください。その時にまたいつでも入稿して、まあ、ここが、はい、まあ、今見ていただいたように、こう対話形式でまとめていただけるように、ライフマップはマグネットでできてまして、30分という短い時間でその人の人生を聞き出すということに、
コミュニケーションのベースを置いています。今こういう形で未来を開くライフマップということで、全国で展開しています。で、今からですね、2つのケーススタディをご紹介したいと思います。で、これからの内容はケアマネージャーの体験談に基づいています。で、最初にご紹介するこのユウさんですが、友達も多くて手芸など自主的に楽しめる方でした。で、2014年のワークショップ当時はですね、心不全と慢性の腎不全の悪化から余命宣告を受けておられました。で、ライフマップに出会う前は、この写真のように好きな手芸を作っていただけるようになっていました。で、その翌年に完成したライフマップを用いて、ケアマネージャーが聞き取りを行いました。で、今までどのように生きてきたのか、そしてもう一度輝きたいという若い頃への思いを知りました。それは6人の子供を養うために居酒屋で働き始めたことや、そこで出会った男性からお店を持たせてもらったこと、さらに日舞で名取も取ったという自信に満ち溢れていた頃であったことが分かりました。そこでもう一度輝いていただくために施設内で居酒屋をすることは難しかったんですが、月1回のスナックもう一度を作りました。1年半後のご入居までママをここで全うされました。娘さんからはプレゼントされた、ドレスを着てこられて、男性入居者たちが喜ばれている姿を見ながら、このゆうさんはですね、皆と会話を続けようと、気配りをしながらもですね、楽しんでいる光景が見られました。1年半も寿命が延びたのは、もしかしたら行きたいという気持ちがあったかもしれません。もう一度輝きたいと言われていたこの方の本心を、知ることができたことで、手芸が得意なおばあちゃんではなくて、粋なママだったとして、見送ることができたのだと思いますということで、ケアマネージャーの方はおっしゃってました。で、次に、A さんですね。A さんは今から13年前に入居されました。2016年に肺がんを患い、その3ヶ月後に施設での看取りでご入居されました。一人でいることが多く、不愛想で天の弱な性格から人を寄せ付けにくい方でした。ご家族から園芸はよく行っていたのと伺っていましたので、プランターに植えた花の水やりを頼むと、なんで俺がしないといけないのと不機嫌になることも多くありました。そんな A さんですけれども、ライフマップを一緒に作った結果、一人が好きというのは、趣味の山登りから来ているということが分かりました。で、亡くなられた奥様は、自分が趣味だった園芸や山登りなどをですね、いつも一緒にいらっしゃったことが分かりました。そこで A さんが楽しんで行えるよう庭作りを開始し、汗を流しながら、楽しんでいただけるようになりました。しかし、庭作りを開始してすぐに新しく、肺がんが発覚してしまいました。もう手術は行わないという意向で、施設で看取りを行うことになりました。痛みを伴うようになり活動が低下しましたが、花を植えたりすることは楽しんでくださっていました。余命3ヶ月での庭作りは体をさすりながら痛そうにしていても、ここが一番落ち着く、しばらくはここにいると部屋に帰らない日がありました。奥様と過ごした頃を思い出して庭を眺めていたのかもしれませんというふうにケアマネージャーの方が語っておられました。このように、全国の、ライフマップ使用者が広がっています。どうやったら、できるのかという思いでこのライフマップを実践していた結果、多くの高齢者の方に幸せな時間を提供できるようになりました。病気であるとか高齢であるということがゆえに、安心安全を守った残りの生活を提供するだけではなくて、もっと大切なことがあるということをライフマップで実践することができています。はい、でこのライフマップにつきましては、内山ホールディングスのページにですね、これまでの他のライフマップの例も実践例が載っています。今日はライフマップを中心に活動をご紹介しましたけれども、このストラテジックデザイン、メディカルデザインモジュールでは、今後、アジアの国々の研究機関と交流を実践していきたいと思っています。こういった日本で開発した内容ですね、それぞれの文化、制度、カルチャー、いろんなところとですね、お互いに何ができるかということを話し合いながら、新しいデザインを開拓していきたいと考えています。はい、どうもご清聴ありがとうございました。Wow, thank you very much, Prof. Hirai. Can I,
Can I just ask all of you who wish to, you know, pose questions or comments to please put your questions or comments into the chat box. もちろん英語でのもうあまり聞きたくない方に対しても日本語でのもし意見あるいは質問があればあのチャットボックスの方に入れてください。Professor Hirai, this was fascinating. I was expecting when you were talking about life maps, that this was going to be very focused on design of the experience. But actually, this is really about psychology. It's about, time management. It's about prioritization of the future. And giving people hope, which is really about motivation theory. Do you find that in your work, often you're having to understand, sociology, psychology, in order to begin to inform your design? はい、あの、日本語でお答えします。はい、まさにその通りで、あのいろんなモチベーションに関わった、多様な学問分野をこう横断する形 の, あのプロジェクトになっていると思いますし、あの今後そういう展開がですね、あの私のプロジェクトだけではなくて今日お話しした意味のイノベーションを実現していくためには、あのチームで、研究チームとしてあの捉えて、あの解決していく必要があると思っています。でその中でやはりあのデザインというのはあの、まあ、こういうプロトタイプを作れるんですね。コミュニケーションをあの、お互いの理解のデザインを促進する、コミュニケーションとしてのデザインということがですね、まあ、もののデザインよりも今そちらの方が、こう大きくなってきていまして、それを実現することで、より多くの人、まあ専門家だけではなくて実際の、ユーザーの方、他のステークホルダーの方も含めて、みんなのそのいろんな研究分野、あの知識、あの経験を総合しながら、こういうプロジェクトを進めていかないといけないなということを考えています。いいでしょうか。Yeah, thank you. Thank you. Can I, you might have mentioned this and maybe I missed this, but this project started in 2014. Have you had a chance, now it's 7 years later, to go back to check on some of these case study subjects to see if they are still pursuing their life maps and whether or not this has been had a continued effect on them? はい。この爽やかクラブさんとはあのずっとそれからあの継続的にあのコミュニケーションしてまして、あの中心になっていただいたあのケアマネージャーの小林さんと一緒にですね、あの実際にこのライフマップがどういうふうにあの展開しているのかということをあのずっとウォッチしてます、はい、ですのであの今後ですねこのライフマップどんどんですね改良していって、あの例えばデジタルにできる部分もあると思いますし、さらに例えば海外に広げていくにはどうしたらいいかとか、そういうことを考えています。 Thank you. Thank you. It's a question about factors that go into co-design or participative design. What is your advice for people who wish to undertake co-design? Are there key points that they should understand about the process? はい。あの、co-design、あの、言うのは簡単なんですけど、実際、実現していくプロセスの中でいろんなあの課題があります。例えばあの、まあ、ちょっと医療とは外れるんですけれども、あのテクノロジーマーケティングといってあのシーズからニーズを考える、そういったこともやってますけれども、その中でどうしてもその、シーズから論理的にニーズを導き出そうとするんですが、まあ、そこであの専門の壁といいますか、そういったものがいろいろ存在するし、なかなかその論理的にニーズを導き出すということができないので、あのさっきお話ししたみたいなその厄介な問題として、一緒にその何を定義すべきかということを考える、そういうあの柔軟性がですね、あのコーデザインにはすごくあの必要だなというふうに思っています。 One of our visitors made a comment in Japanese, which I think is a very good comment. We academics, because we study our field,
we become known as experts. But actually, in your work, it's not about being an expert. It's about being a good counselor and being a good listener before you start to use your expertise. It's a good reminder, I think, to all of us, isn't it? そうですね。あの、おそらく、あの、専門性本当に大事なんですけれども、同時に専門性が、あの、持つバイアスといいますか、あの、アティテュードがありますので、それを一回ですね、そのユーザーの立場に立って、人間中心ってやっぱりそこにあると思いますので、あの、ユーザーの立場に立って何が見えるかというところから、あの、再構成する、こうフレキシビリティが、あの、必要かなというふうに、思っています。はい。When I was watching your videos, I was feeling actually very emotional, very moved by some of these videos. I'm wondering, did you have, through the process, did you have some of these subjects, did they express regrets that they've had in the past and include in their life map a way to try to repair some of the regrets they have? まあ、全部のライフマップを見ているわけではないので、あの、そういったこともあると思いますが、あの、ケアマネージャーの人からいろいろと伺っている中で、今回このライフマップで一番の、まあ、イノベーションといいますか、あの、大きいことはそのゴールですよね。まあ、何歳まで長生きしたいですかということを伺うんですけど、まあ、それを伺うことで、そのこれからのアクティビティを充実したものにしたいということなんですけど、結構皆さん最初はですね、あの、すごくエモーショナルに捉えてたんだ、出るかなと思ってたんですけど、結構皆さん、あの、かなりドライに答えていただけますので、そこは、あの、なんていうのかな、我々の先入観もあるのかなというふうに思いました。はい。So, a very interesting question in Japanese, and the question really says, you know, what about visually impaired people? Are there plans in the future for a life map that maybe doesn't use pictures? And if I may extend the question, if there is, what type of design elements would be important for that type of life map? Ah, そうですね。あの、いろんな方にこのライフマップは応用できると思っています。つまり、あの、未来を考えてそこからバックキャストして、じゃあ何を実現化していこうかっていうフレームなので、はい、あの、そういう意味で視覚に障害のある方とでしたら、今のそのコミュニケーションボードではなくて、実際に触りながら、あの、確認ができる、例えば人形でもいいと思うんですね。あの、絵の代わりに人形にするとか、あの、いわゆるタクタイルセンスをうまく使ったコミュニケーションっていうのはいろいろできると思ってます。Great, thank you. Prof. Tanaka has asked a question, remarking on the fact that mistake is the beginning of new design is a very interesting way of looking at it. You know, and you've got much experience collaborating with local governments, but, you know, unlike companies, are there difficulties that you have found in working with local governments? そうですね。あの、まあ、私、今、例えば福津市さんとか福岡市さんとのプロジェクトも、あの、ありますけれども、やはり、あの、それぞれの部署がかなり専門性が高くて、その部署を超えた、あの、活動とかになりますと、あの、調整がいろいろ出てくるというのが、まあ、民間企業よりも多いと思っています。ただ、あの、実際に、現場で、こう働いておられる、あの、行政のスタッフの人っていうのは、何かこう変えたいという意識は、あの、すごく高いですので、まあ、そこをうまくですね、あの、こうつないでいきたいなと思ってますし、今一生懸命それをつないでるところです。はい。Right. Ueda Sensei asks an excellent question. He says, are there any plans to, you know, to design programs to help young children who are maybe seriously ill, maybe have cancer or something like that, to be more fulfilling? はい。あの、重病ではなく重度の障害の方であるとかでしたら、例えばニコちゃんの会とか、あの、いろんなところで、あの、子どもたちを対象にした、あの、活動というのはあると思います。で、重病の生活をしておられる子どもたちの、研究、あの、デザインもいろいろと、
あのケーススタディあると思いますので、そういったところをですね、まあ、我々まだそこまで取り組みできていないんですけれども、あのこれからですね、あの取り組んでいきたいなと思っています。でベースになるのがやっぱり何かこうケアするというよりは、あの、お互いにこうケアする関係といいますか、あの、対等性といいますか、そういったことが大事かなというふうに思っています。 Thank you. If I may, I'd like to ask one other question. You know, just in terms of the general principle of, especially in Japan, of trying to encourage people to reflect on failure. Because often we find, you know, when there is failure, people don't want to talk about it, you know. But you are essentially saying that understanding failure is a very important element to progressing through design. So how do you encourage companies or governments to, you know, to open their leaders, to open their mind and allow people to talk about failure? はい、あのこれも非常に大事な課題でして、あの今デザインでは新しくアート思考っていう言葉が出てきてますけれども、なぜそれが出てきてるかというと、あのどうしてもその目的思考で結果を出すことに、中心になっちゃって、途中のその試行錯誤があの十分に行われてないんじゃないかと。つまり大きなやっぱり試行錯誤をいろいろしないと新しい、ことって出てこないわけですよね。でそういう意味でアートは試行錯誤の連続なので、そのプロセスをどうやって取り入れたら、ビジネスとか、行政に生かせるかということはですね、今まさにあの、パイオニアとして出てきたところですね、はい、ですがあの、私が卒業したロイヤルカレッジ、ではですね、そういったミスコミュニケーションをイノベーションにつなげる研究とかですね、もうすでに何年も前から始まっています。 Thank you. There's aQuite an interesting question, I guess maybe is the final question, if you don't mind, on, in regard to interdisciplinary, work. So, you know, what is your advice to, people that are in engineering, or, you know, we talked about circular economy, or, you know, other elements where design could play a role? How do you think they can encourage, you know, more participative design? はい。まあ、これはあの研究によっていろいろあのタイプがあるので一概には言えないんですけど、まあ、一つあの個人的なあのアイデアとして、あるいは私が今やってるこれから取り組もうとしている研究として、あのソサイタルデザインというのがあります。これはあのこれからの未来の社会を考えるというデザインなんですが、そういう大きなあのビジョンを考える中で、じゃあ分野が融合したときに、具体的にどういう社会になるんだろうとか、あのいわゆる技術的な未来だけじゃなくて、それによって社会がどうなるかとか、そういうあの複合的な、議論をしながら、具体的に課題を抽出するということができればですね、あのなかなか、新しいものができてくるんじゃないのかなというふうに思っています。Great. Thank you. Professor Yasuyuki Hirai, thank you very much for joining us today. I must say, I think this is the most questions we've ever had in our chat. So it just speaks to how interested people were in your talk. Will you please come back and talk to us again sometime? そうですね。はい。また機会があったらぜひお願いします。Great.Great. Thank you for joining us. Those of you who have joined us, thank you. Please come again next week. Our next speaker, I will have one of our colleagues introduce, and there will be just a short question, a survey for you, because we want to know what other types of topics you would like to hear. So thank you for joining us. ありがとうございました。平井先生、バレンタイン先生、ありがとうございました。最後に事務局より2点ご案内させていただきます。まず次回のブラウンバックセミナーのご案内です。次回は来週10月6日水曜日の12時10分より、九州大学システム情報科学研究員の内田誠一教授より、九州大学における数理、データサイエンス、AI の教育と研究と題し講演を実施いたします。詳細はホームページをご覧ください。